風がすごい。おはようございます。21日の土曜日です。すごい風ですよ。北風でね、温度が随分下がってます。エリカちゃん見てますか？スナックエリカ前ですよ。喜んでもらえたでしょうか。あら、落ちちゃってる蜂が。今日はね、かなりゆっくりでした。もう7時過ぎまで寝ちゃっててね、はい、夜なんかちょっと怖い夢見て、でそっから寒くなっちゃって、で寝てからぐっすり寝ちゃいました。それ4時ぐらいだったのかな。それからなんか7時過ぎまで寝ちゃいました。ミミちゃん、これ今回のリボンはバレンタインのらしいです。うわ、風がすごいね。うわ、ほこりほこり。なんか体操やってますね。太極拳だっけこれは。エンジちゃんはここでお参りしていこうと思います。はい、見えてまいりました。昨日ニュースやワイドショーでやってました、崩落現場。崩落っていうのかな、足場パネルが崩れちゃったやつです。今日風が強いんでね、ちょっと怖いかなと思うんですけれども。わあ、すごいね。いろいろ重機入ってこれからパネルの解体とか行うんでしょうが、パネルにはネットかけてあるんですね。見に来られる方も多いみたいです。隣のビルなんですが、大丈夫だったのかな。でもシートはもう隣のビルから控えとってるような感じになってますね。みんな内側に崩れてよかったね。表とか道路側崩れたらいくら朝顔あんだけ出してても車道に落ちちゃってたでしょうからね。怪我人とかがいなかったようでよかったですね。見に行ってみようか。後ろがガラガラうるさいですが、カートがゴロゴロしてます。なんだっけ、ここはまだ残ってるんだね。なんだっけ、ガラガラでも頭の中喋ってようとしてたことがなくなった。はい、草の駅がここにオープンしてます。マックスコーヒーソフトクリームだって。あとはちぎられた部分、閉鎖になった部分も見に行きたいと思います。ああ、スリーコインもここに来たんだね。ここから先が入れなくなってます。ここはあれですよね、第1期フナッシーランドがあったところですね。向こう行ってみましょう。本当だ。こっちはまだ先なんだ。こっから先が、サーチューカルディだったとこだっけ。これカルディだよね。はい、こっから先が閉鎖されてます。いつになるんでしょうか。
建て替えってなってたから結構かかると思うんだよね、改装だけじゃないみたいなね。こっち側はアンパンマンのところまで、自転車屋さんか、これ入ってくと自転車屋さんだったところね、はい、でここ出ると、地上通路、地上通路じゃないや、この上をまたぐ通路のあるところだと思われます。今ね、ボンちゃんのところに出てくると、ボンちゃんじゃないか、ボーノか。でここから先が全部閉鎖されたという感じでございます。そっちは行けるね。クラムチャウダー屋さんでしょ。夕方のお散歩はララポートです。ねえ、風が冷たいです今日は。じゃあ行くよ、はい、寒いからスタバの外の椅子は誰も座ってません。あったかいチョコのやつをね頼みましたんで、もうちょっとでできると思います。この、フォンダンショコラフラペチーノ、違うか、どうか、こっちか、あったかい方、フォンダンショコラアーモンドミルクモカ、これを注文しました。また震え出した。フォンダンショコラなんとかなんとかラテです。アーモンドミルクになってます。はい、いただきます。温まるかな。蓋開けた、おっか、蓋開けた、写真撮りましょう。今日はしゃぶしゃぶです。じゃーん、とこの間買ってきた電源、200g だから高いやつ、よく結構いいお肉です。でほぼかに、まあ、しゃぶしゃぶっていただいちゃいましょう。